うん何これよいしょはっ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 これでいった <laughs> ここにしようイージュドダンスイージュドダンスおのる君を見てる <laughs> あっ あなんか置くものないかなよいしょよっ、うん、はいというわけでですね <laughs> どうも皆さんこんばんはメダルですよはなんか部屋が映るの嫌だねなんかあもうなんかもうどうしようこれをここに持ってきて <laughs> よし よし,しよ,よしということで、えっと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 、始めていきたいと思いますよ。皆さんどうもこんばんは。えー、っとね、早速本題に行きたいと思うんですけど、見ました昨日のプレーオフ。やばかったですよね。もう、なんだろう、人生で初めてあんなに人を応援したかもしれない。 応援されることがあったとしても、あんなに応援されること、応援することってあんまなかったなと思って。あ、コさんこんばんは。ドミ、ドミ、えドミ、ドミターさんこんばんは。ナオマスユキさんこんばんは。あ、皆さんこんばんは。<laughs> はい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 、どうもこんばんは。ということでですね、どん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 ね、あの、昨日のプレイオフのすんげえプレイとかね、出してくれたらいいなと思いますよ。で、こんなに人生、なんか、 応援したの初めてだなと思うぐらいやっぱ感情移入して本当に素晴らしい試合だったなと思いましたえっと昨日の試合はあ,あのキキリクラがもう引退試合だってことででね僕も10年前に車体いたんで車体の選手たちまあ一緒にプレーしたのが門山富田えっともう上は陣もいたし あとは、利倉津屋コーチさん、藤本っていうね、もう大ベテランたちしか残ってないんですけど、半分は知らないんですけど、でもなんか、見ててさ、もうとっても嬉しくなっちゃって、いや、最高だったよ、本当に。あのー、何がいいかって、やっぱなんか、すっげえなんか荒れた試合で面白いっていうわけでもなく、このハンドボールのこの本当に魅力がぎゅって詰まった。 いい試合だったなと思って。すごくこう、フィジカル的な要素もあるし、テクニック、技術的な要素もあるし、それでいて、やっぱり最後はスキルの部分ですよね。この場面でこのシュートを選択するとか、その場面でそんなプレーができるんだとか、っていうのも良かった。あとは、うん、両チームのスタッフの采配についても勉強になったし、うん、すごく良かった。 もう本当に良かった。うん、なんかあの試合チケット僕は分配されたので <laughs> いくらだったかちょっと正確な金額は覚えてないんですけど、あのー、あの金額、まあ、1万円ぐらい出したとしても十分安いほどのエンターテインメイント性があったなと思って。うん 7500円の席あ。ありがとうございます。7500円の席か。いや、十分だったよ。うっとディズニーランドより安いよね、うん。ディズニーランドより安い。ハンドボールってさ、えっと、ライバルが他のテーマパークだったり、居酒屋だったり、カラオケだったり、ラウンドワンだったりするんですよ。本当にプレイオフ、今までは2500円、3000円だったような気がするんですけど、チケットでも、 7,500円しかも男女で総入れ替えでしょってことはもう今までは3,000円4,000円で2試合見れたものが1万5,000円出さないと2試合見れないわけじゃないですかでも選手はさ本当にそれだけの価値ある時間を提供したよなと思ってもう本当よかったでバラスケスと チャオっていうもう飛車角がいるわけじゃないですか合成に。でそれを真ん中でコントロールする古谷と田中大輔っていうのがいてこの2人のプレーメーカーもいいしで昨日はもう合成からいこうかえっとねバラスケスもあんまり良くなかったと思うんですよ。あんまり良くなかった。あのー、やっぱ打ったシュートなんかすごいしあそこから流しの上バウンドで抜くかっていうもう本当にワールドレベルのシュート打ってた。で一歩も大きい。だけど うん、車体もよく守ってたよね。あと、チャオがあんまりいい状態でプレイできなかったんですよ。これも車体のディフェンスが良かったのか、チャオの調子が上がらなかったのか、よくわかんないけど、うん、まあ、ちょっと2週間以上ゲーム離れてるからね、合成としては。だから、そういう部分でも,もゲーム感ってものがちょっと悩なかったのかなと思ったり。だから、 もう手がつけられないほどやばいってわけじゃなかった、それをまあ車体がよく守ったとも言えるけど、だけど変わった選手良かったんですよ、原田っていい選手ですね、僕、北電にいるときに合宿とかでやってたんだけど、そのときけがとかしてたのかな、あんま試合した覚えがなくて、だけど、チャオの代わりに入ってきて原田なんかすんげえいい仕事してた、本当に。で、原田は熊本、いや、熊本でしょ。 知知ってる知っててるるもう結婚するんじゃないの熊本の人と。すごいよ。あの、ほんとやばいと思う。あ、こんなにいい選手なんだと思って、右利きの右バックで、ディスタンスシュートを打つし、間カットインするし、で、ディフェンスも良かった。吉野すごく守ってた。これにはびっくりですよ。本当に。だから、あ、長じゃなくてもいけるやんっていうねで。原田はすごいいい選手だったなあと、市原くん と山口のピボットも良かったポストも良かったすごく良かったあの3枚目をほんと献身的にこう動いてファイトして守ってるのすごい良かったまああと何と言っても中村匠なんかすごく良かった <laughs> もうねいいとこしかないんじゃないかっていうぐらいで中村匠なんかはやっぱり手がね簡単にこう下がんないよねわって下がった時にはだいたい1本 杉岡に頭の上やられてるけど、わって下がった時には、大体シューターが枠が打ってるんだよね。でもう残ってる残ってるこの手が、うーん、ふって、もう残ってるこの前で、あの手に何本当てることか。で、何回も言ってるかもしれないけど、シューターって何をどうやっても、このゴールキーパーとのズレを生じてシュートを打つわけじゃないですか。だから まずは横にずらそうっていう意識を持つんですよね、横にずらす、角度を取るときに、サイドシュートでもそうなんだけど、だけど、やっぱりいいゴールキーパーになると、バランスがいいから、ずらそうと思ってもあ、近めはこのタイミングでしか打てない、でもこのタイミングでしか打てない近めを抜けてしまったら、もう近めがないっていう、そのバランスを取った状態で移動していくんですよね、空中を、ジャンプシュートで空中を移動しているときに、ゴールキーパーが移動して、位置を取り続けるんだけど。 そこでの位置取りってやっぱり上のレベルに行けば行くほど横のずれって難しいんですよ。だからトップ、オブトップはわざとディフェンスに触られるまで我慢して我慢してジャンプしてゴールキーパーに位置を取らして最後にディフェンスにプッシングを押してもらってずらすっていうシュートとかねあのよく打つんですけど横のずれが 取れない場合ははどううやっても縦の変化でで抜こうとすするんですよシュータータだから手を下げさせといて上打つとかまた下打ったりとかっていうところで縦の変化でどうにかしようとするんだけど中村匠が手下げないからここでうんって言ってこの手が残るからあ難しかったよね杉岡なんかも、ね、珍しくよくシュート外してたし。 本当に素晴らしいセービングだった。MVP だよね。もうこれはもう僕は60分の時点で確信してました。あ、これはもう合成勝ったら MVP は中村。もう決まった。つって。もう絶対そうだ。って言いながらですね。いやー、素晴らしい試合だった。な、で、でも合成の中で、まあ一つ特筆すべき点は、もうね、デムラなんですよ。デムラ。デムラが、デムラという選手は、 本当に毎日毎日ハードワークしてくれるし、えっと、すごくひたむきで一生懸命やってくれるから、スタッフからの信頼がすごく厚いですよね。すごく厚い。あんだけシュート外しても変わらないじゃないですか。変わらない。で、岡本大介もすごく研究してて、よく撮ってました。よく撮ってた。本当によく撮ってた。もう、でも、デムラのシュートミスもたくさんあった。たくさんあった。で、あれ っていうタイミングでシュートポポーンって打って当てちゃうとか全然関係ないところに当てちゃうとかそういうこともあったからうーん出村は不調だったと思う本当にだけど延長第一延長の残り1分半で3点射体が勝ってるもうこれは決まったと思ったわけ決まったと思っただけどそっから出村のトトーンってクイックの遠目クイックの近目でしょ あのタイミングで2本打ち分けるかっていう。出村さんですよね、そこで。いや、ほんと出村良かった。あの時はね。うん。えっと、第2延長の前半の最後かな。もうこのシュートノーマークって、本当のノーマークっていうシュートで、バボンってお腹に当てちゃうんだよね。もう、もう、本当に出村らしからぬシュート。<laughs> でもね、 そこでね、出村がね、本当に落ち込んでね、まだ試合終わってないのに、もう,もう,もう本当に地面に突っ伏して動けなくなっちゃうっていう、ああの子もひ人なんだと思って、うん、なんか、出村自身はああいう子だから、シュート外してチームに迷惑かけてると思ってるから、ポンポンってシュート決めたところで、 全然喜んでないんですよ。全然喜んでない。いつもこうもうひょうひょうとやってる感じ。ガッツポーズとか全然しないタイプの人。うちの学生曰く、デムラのあのシュート決めた後のスカしてる感じいいですよね。いや、全然あいつスカしてねえよっていう感じなんですけど。あのデムラのあのかん、あの悔しがり方。あの感情をあらわにするデムラさん。いやー、こういう、 人の心の動きが見えるから、ハンドボールって面白いですよね。だって、人間より飛ぶロボット、人間より速くボール投げる、スピンもかけれる、いろんなことができると思う今。だけど、人がやるから面白いっていう。で、知ってる人間がやってるから面白いっていう、感情移入して、共感して、もう、スポーツって面白いなと思いました。 本当に面白いなと思ってでもう一個言いたいのはあのそれこそ第一延長第二延長の前半まで1秒も試合に出てない1秒も試合に出てない堀ってのがいるんですよ堀ってのがねあのこの堀弘樹っていうのは筑波大学出身なんだけど高校市議長なんですよ一律岐阜商業で一律岐阜商業で中学3年生の時から僕は知ってるんですよこの子なんでかっつったら ちょうど岐阜国体があって、岐阜国体の時の高校2年生なんじゃないかな。で、国体のターゲットエイジってことで僕、僕、当時トヨタ世帯にいたから、もうしょっちゅうね、あの、お声かけいただいてトレーニング行ってたんですよ。合宿とかでもやって。で、堀弘樹、もうあんな時から知ってて、で、父ちゃんヤクルトで働いてて、 今日もヤクルト飲んでますかみたいなあの雨の中会場に入るあの列で父ちゃん母ちゃんと会って「ああ堀さん元気!」って言いながら「あのー、久しぶりですねもういくつになったんですか」とか言いながらですね堀,堀の父ちゃん母ちゃんと再会して「いや頑張ってるよ」ってもう怪我してないなんかね腰痛めたりとかねいろいろやってたんだよ堀はねで怪我してない順調って言ったら「もう順調ですよ」って「ありがとうございます」っていうからでもなって。 デムラっていうのもな、大きな壁だからなって言って。だから僕はね、どっちが出ても応援してるからねって話をしてたんですで、堀の母ちゃんも本当にデムラさんすごいですよねって言いながら。で、そんなこんなで75分ですよ。75分間1秒も出てないんですよ。75分間1秒も出てなくて、延長、第2延長の残り5分出てるわけ。で、1本打ったシュート、1本決めてるわけ。ノーマークシュート。もうこれにはもう、アンビリーバボーですよ。 僕ね一応スタッフしてるじゃないですかで選手もしてきたじゃないですか僕選手掘りの心境だとしたらえちょっと待ってってあんなに外しても出村さんで行くんですかってそんなに僕って信頼されてないですって思っちゃうと思うんですよ僕が選手だったらだから僕でもだからもうしげるさんの気持ちも分かるやっぱり出村はあの今までやってきたものもあるし 信頼もしてるしって中,中で、でも、ウーゴ・ロペスとかがデムラに話しかけても、もう,もうデムラはもう上の空なんですよ。はぁ、あ、ってって、あってなって。で、そこでや,やっとスイッチ。やっとスイッチして、ホリが出番来て、そこで結果を出して、素晴らしい。本当に素晴らしい。うん。 よかった。<laughs> 嬉しかった、僕は。デムラもあのすっごくいいプレーしてたし、堀も、その代わって入った堀も活躍して、僕は本当に嬉しかった。だから、あ合成も本当にいいチームだなと思ってですね、見てましたね。うんあと、トイ・カイトの母ちゃんにもあった。トイ・カイトの母ちゃん、トイ・カイトはですね、言ったことあったかなあの子は釧路の人間なんですよ。だけど、僕代表で門別に行ったときに、 当時高校生で高校生なんだけど釧路から紋別まで合宿見に来てんのでその時から知ってるんですよのその問いイと、イ釧路でいるって言う <laughs> で。で、で日大に入ってアンダー19とか21に入って合成入ってすごいな成長してるなカイちゃん本当に頑張ってるなとか言いながらですねお母さんとも仲良くてですねでそれであの 試合前に母ちゃんがいるから、久しぶりーって話して、であの、母ちゃんと2人でこうやって、あの、写メして、あの、<laughs> とカイトに送ろう、カイトに送ろうって言うから、か送って送ってって,言って、僕がボイスメッセージして、<laughs> あーよかった、怪我もね、今シーズン怪我したんですけどね、あの、復帰して、うん、プレーオフに間に合って、活躍して、バラスケスがね、足つっちゃってもう歩けないっていう時に、カイト出てきて、 ダーンってシュート打ちに行く、フリースロー、残り1分、もう1回シュート打ちに行く、フリースロー。あの気持ちね、いや素晴らしいですよ。で、ね、7メーターも任されてるし、もうトイカ回トも素晴らしい。本当に素晴らしい。ああなんかもう、高校生の時から知ってるから、そんな子が活躍してくれたら本当嬉しいなと思いながらですね、もう本当面白かった。本当面白かった。あーよかった。まあ ここまでが合成、ね、ほんと強いと思う。バランスいい。あのー、すごく速攻のバランスなんかもいいし、バーンって出村が走って、ああ、人が多いな、1対2だなっていうところ、ギュンギュンって切り返して、2人の間攻めたところに、田中大介がギュンってこのディフェンスラインを突破してきて、速攻でシュートを打つところとか、ほんとね、あのー、抜けてくるタイミングとか、よかったね。ほんとよかった。素晴らしいと思う。 問いーーは常にドリンク配ったりベンチから観客に盛り上げを促したりその姿勢が素晴らしかったいやだから本当にに問い回答なんかはそういうポテンシャルっていうかキャラクター持ってると思うこの会場を味方につけるような、うん、キャラクター性、うん、ポテンシャルあるだからそのまんまあの素直なイちゃんのまんま本当ねもっとあの成長して代表に定着して やってほしい。本当、頑張ってほしいなと思って。うん、いやー面白かったね。本当面白かった。でもね、もう思い出す。ね、などんどん来てくださいね。あのプレイとかっていうの。僕もう忘れちゃうからさ。もう車体行きますよ。じゃあ次。<laughs> もう車体、次車体ね。車体も、本当良かった。で、車体はよしの良くなかったんですよ。で、ま、全体的な話から行くと、あの、 3試合目でしょ。もう疲れてるのはもう明らかなんですよ。吉野なんかも走り方がもうどあっちこっち痛そうだし、疲れてるし、うわ、辛そうだなと思いながら。だけど、スタッフもちゃんとタイムマネジメントして、スタートのメンバーで決勝はね、8分ぐらいで変えてるんですよ。艶入れて、川崎入れて、あー北詰入れてとか言って、バックプレイヤー変えてとかっていうところ。 っていうあのスタッフのタイムマネジメントも本当素晴らしかった。門山富田なんかねあ、マッチもそう。あの辺のこの選手の采配とかもすごく良かった。で、えっと、国士から来た富永、1年目の富永が、怪我しちゃったんだよね。なんか腕つってたんだけど、で、それで2試合ベンチアウトしてる藤本がさ、入ってるわけよ。で、杉岡がさすがのシュートってのもあったんだけど、 最後ねあの、タイムアップの直前のシュート外したりとか、あの、中村匠海にバンって取られたりとかして、やっぱりお互いのこの研究し尽くしてる、そのやり取りの中で、杉岡があんまりシュート入んなかったんですよね。だから、代わって入ったのが、藤本じゃないですか。で、藤本って何がいいかって言ったら、あれ僕の3つ下か、三つ下やな。あの、すごく、 ディフェンスでの貢献度高いんですよ。ディフェンスでの貢献度。ね、何本もカットしてるし、えっと、あと、サイドシュートは上手なんだけど、サイドシュートだけじゃなくて、ポストに切っていってからのプレーもいいでしょ富士も。あの辺のね、ベテランの力なんか素晴らしいなと思って。で、 あの杉岡ってやっぱりベスト7になってるし <laughs> あのもう何年か前にもフジモンがベスト7取ってるんですよそれ何でかって言ったら杉岡が怪我で半分いなかったんですよで代わりに入ったフジモンがベスト7なんですよだから杉岡っていい選手で代表でもね使われてていいけどフジモンも本当にね同等レベルのね まあもうどっちもね、良し悪しあって、甲をつけがたい。そんなね、素晴らしい選手ですよ。あのー、この攻守における貢献度、いいなと思って。で、ああって言ってな、何言ってるかわかんないけど、ずっと声出してたりするし、あのー、なんか、恐竜みたいなね、感じで声出しとかするんですよね。うん、だから、あのー、すごく、 嬉しかった。藤本があんなに活躍してすっげえ嬉しかった。だから、あのね、あの、ディフェンスとか近くに来た時なんか、藤本頑張れって言って思わず <laughs> で。めっちゃ最前列で見てたからさ、藤本頑張れとかさ、デムラに、おい、デムラそろそろ本気出せとか、めっちゃなんか言ってたんだけど、あの、やっぱり知ってる選手がやると嬉しいな。うんで、木キ,キリクラなんかも、 すごく良かったよ。キキリクラはやっぱりあの子の特筆すべきところはやっぱパスワークだよね。ゲーム全体を動かす。ゲーム全体をオーガナイズするっていうところで、もうキキリクラなんかはね、やっぱりもう今年で引退なんだけど、本当に素晴らしかった。あんなに細くてあんなに小さくて、もうなんなら最近出てくる中学生の JOC の方が体格なんかいいんだけど、 もう抜群だよね、キキリクラなんて。僕は大学で2年間やってるし、車体でも2年間やってるんだけど、うん、ほんと頼りになるプレイヤーですよね。もうあの子の後釜を作るのもまた大変ですよ、角山は。大変だと思う。だけど、うん、キキリクラのこの存在ってのは、やはり大きいなと思いましたね。あの、キキリクラどんな点数取ったっけカットインとかだったよね、おそらくね。うん もう、パスワークとかでも、すごく良さ出たし、で、父ちゃん母ちゃんにね、帰りの電車で会ったんですよ。久しぶり進むとやすこって言って、あの、父ちゃん進むさん、母ちゃんやすこさんって言ってですね、あの、なんて言うんだろう。僕がトヨタ車体の時に、あの、小林で試合があった時に、一回だけキキリクランチ行って、あの、食事ごちそうになったことがあって、もうその時食べたら、もうキキリクランすこの、 あの、チキン南蛮が僕まだね、人生生涯最高にうまい。あんな美味しいチキン南蛮食べたことないって言って、昨日も靖子さんに言ったんだけど、もうね、あれが忘れられないからまた行くねって話をして。<laughs> もう最高ですね。う 靖子さんもね、寿司ムさんも元気そうで本当にあフランス語みたいな諸方カタ弁も喋ってですね、帰りの電車では盛り上がったんですよ。もうよく頑張ったねって話して、うーん、本当聞き切りくらい良かったね。あ、本当良かった。ルーズって、ああ、藤本のルーズボールなんかも良かったですよね。第3個人的にプレーオフ仁さん最高。いや、渡辺の仁は本当に素晴らしい。あれは。 本当に価値があるなんでかっつったらディフェンスハードワークするでしょでオフェンスにおいても本当キ木を見たあのタイミングパスを供給するし間を割っていくしディスタンスシュートは打つしあれは価値が高い本当に素晴らしいで60分本当最後のあの値千金の当たられながらのシュートねあんなのはもうこれまで積み上げてきたフィジカル 以外何者でもないから。何者でもない。一回足つっちゃってベンチ下がったけど、結局出てきたでしょ。3試合やって、あんだけ長い間でプレーして、で、それで、あのパフォーマンスを60分、70分、80分やるって、もうね、尋常じゃない。陣だけに。本当に。やばい。本当にやばい。渡辺は、 本当に価値が高い。<laughs> 本当に価値が高い。あ,あれはすごかったな。渡辺の陣はね、ディスタンス打ってもそうだし、パスワークもそうだし、うんあの子も賢いからねうんち、ちゃんと自分が休むためにあの審判にアピールして、モップしてとか言うし、ちゃんと会話ができるから、レフェリーとのこのやりとりができるんですよね。うん本当そう。 中里さんも最高のプレーオフのレフェリーを務めた日崎池口ペアのレフェリンーがそうだよね。日崎さんも池口さんも試合前に話したんだけど、なんかね、やっぱりこの貫禄があるよね。で、お互い知ってるからさ、選手も。だから日崎さんも池口さんも安心して会話するよね。安心して会話する。だから、それがいいと思う。うん、本当に。それがいいと思う。 何て言うんだろうお互いにこう安心を担保して会話ができるえ日崎さん池淵さんだったらこれ言って聞いてくれるとかあのね何何とか何とかっていう会話ができるよっていうのが。 できるしな,ならさ 7m スローコンテストの直前なんてさ車体はエンジン組んでるんだけど岡本だけゴールのとこで1人準備してて日崎さんが「ね岡本行かなくていいの?」って言ったら「岡本は?」みたいな <laughs> ね「ねみんなエンジン組んでるよ」って「おお」みたいな感じで言ってさそういう優しさとかさなんかやっぱりいいよねそういうところがさなんか長年のこのキャリアの中で培われ育まれてきたこのお互いの関係性だよね。 うん、いいなと思う。本当いいなと思う。だから、ジャッジにも、えっと、ジャッジって難しいのが、えっと、バランスを取ろうと思ったら崩れるし、何かこれを、これだけ取ってやろうって言っても難しい。だから、だけど、やっぱり、ジャッジのこう、レフェリングの上手な人と、そうじゃない人っていうのは、この揺らぎが大きいんだよね。この、さっきは取ったけど、今は取らないっていう。 で、今は取らないのに、今度取っちゃうみたいな。この揺らぎが大きくなっちゃうと、もうレフェリー、レベリングがうわーってなるから、この揺らぎをこの一定のため、揺らぎは出てくるんだけどもちろん。だけど、この一定に保つっていうのが、やっぱり大事で、その辺はね、やっぱ、あの二人はさすがですよね。さすがだなと思う。だから、うん、あの、なんて言うんだろうな。 今日あのジャッジがなーっていうのがなかったじゃないですか。それがやっぱりいいレフェリングだと思う。ああ、やっぱり日崎池淵だよねって言われるっていうのが、あのー、なんていうの、レフェリーとしては名誉なことだよね。今日って今日誰が吹いてたんだろうねみたいな。あの人癖があるよね。あの笛ちょっと、あれ、あれでちょっと勝負決まったわとかじゃなくて。うん、な,なんか ああいいプレイの話で終わるっていうね。大体ね、審判のあの、あのジャッジないわみたいな話になったりするんですけど、うん、よかったと思う。PP さん、こんばんは。エントリーで初めて生メカルシー見かけました。オーラが出てたので遠くからでも分かりました。あらそう。オーラなんか消してたつもりなんですけど、もう痩せてるでしょ。もうみんなに言われんの。どうしたのこんなに痩せちゃってってみんなに言われるの。 本当に痩せちゃってさ、もう一般人だからさ、あんまりこう目立たないようにしてるんだけど、なんかテレビでもよく映ってたらしくて、<laughs> JHLTV でも、なんかよく映ってたらしくて、で、それでメカルさん見ましたよっていうね、今日も学生と会ったら言われたんですけど、いやー、面白かったなー、うん、よかったよかった。うん 仁、はい、さんは引退してもいい指導者になるそうそうだね。渡辺はいい指導者になると思いますよ、あのー。ちゃんと頭で分かってるし、ちゃんと体現できるし、うん、そういう、ね、トップオブトップで経験した選手があの指導者になって、それを伝えていけたらいいんじゃないかな、うん。あの試合をしたのは、あの32人しかいないからさ、あそういう部分では、その経験っていうものを、 持って帰ってほしい。持って帰ってっていうか伝えていってほしいよね。今度入ってくるあの新,入新,あの新人にもそうだけどね。うん、<laughs> 今回の接戦は、車体のディフェンスに困るところがかなり大きいと思う。チャオとバルスケースがあそこまで仕事できないのは初めて見たかも。うん、そうですよね、うん。やっぱり車体のディフェンス良かった。で、あ、そうそうそう。<laughs> 車体のディフェンスで、うわーって思わず言っちゃったのが、 えー、延長じゃないかな。延長、第2延長か第1延長かもう忘れちゃったけど、今まで1秒も出てない菅野がディフェンス出てきたんですよ。陣の代わりに。でね、もう真ん中の真ん中で古谷がズバーンって言ってステップシュートフェイントからドリブルしてカットインしようとしたときに、菅野が完璧にドーンってフリースを取ったんですよ。あの場面覚えてますこれは、 ああやられたって思った瞬間にガツンって来て菅野が見事だったあのディフェンスは素晴らしかった値千金ですあれは本当に素晴らしかったあのディフェンスをやったってのは本当に60分70分80分ベンチにいたかもしれないけどちゃんと試合に入ってた気持ちがああもう今日試合出ないかもなとか思って 気抜くんじゃなくて、ちゃんと試合にこう没頭して入ってたから、あのディフェンスができたね。素晴らしかった。菅野はあのディフェンスは対戦金でしたね。素晴らしい。あと高野なんかもすごく良かったよ。高野もあの間をしっかりクローズクローズクローズって言って、体寄せてあの、すごく寄せてた、うん。終わられなかった。 山田なんかも頑張ってたし、両3枚目はね、すごく良かったと思う、車体の3枚目。僕は車体,の車体だった人間なので、やっぱりあの車体みたいなディフェンスをやりたいんですよ。こう、一人一人がハードワークしながらも。 誰かが抜かれてもフォローしてとか。で、この中で、この中で、それでいて戦術があって、グループ、えー、っと、コンビネーションがあって、みたいなね。あの、ディフェンスをしたいんですよね。そのハードワーク。一つディフェンス、フリースロ取ったら、もう山田なんかフリースを取って、相手が殺したら、うわーとか言ってるしねあ。ああいうの大事。本当大事。<laughs> 本当大事。ベンチ総立ちでお喜んでるしね。あディフェンスにやっぱ価値を置くチーム。 さまとまりあるよね、まとまりないとさ、ディフェンスできないからさ。オフェンスはさ、別にさ、一人で点数取れる選手がいたらさあの、どうにかなっちゃったりするんだけど、ディフェンスはね、何をどうやっても全体で回さないと、うまくいかないからね。うーん。いやー、よかったよ、よかった。あの、岡本大介なんかもすごくよかった。もうね、だって、22対22だっけ、60分で。あれ、そんなもんだよね。 もう両方ゴールキーパーの活躍がさ、素晴らしい、素晴らしい。本当に素晴らしい。いや、これはね、あの、締まった試合を演出したのはね、ディフェンス力もそうだし、両ゴールキーパーもそうだし、いやー、素晴らしかった。本当に素晴らしかった。ここで喋ってるとなんかあれだから、やっぱりここでさ、あの、 なんかあの時の試合をこうやって見ながら喋った方がいいかもしれないね。今ちょっと待って、あのね、今ね、あの、12分36秒、ちょっとそこ、そこね、そこ行くよとか言いながらね、やりたいね。その方が面白いかもしれない。第3、合成の4連覇を阻止できるチームはあると思いますかいや、あるんじゃないですか。もう合成もリーグ戦で全勝してるわけじゃないし、んとね、10回、どこもそうだと思いますよ。10回合成と試合して、 10回負けるチームって今あんまないと思いますよ。本当に。で、10回やって5回勝てる。だったら50-50じゃないですか。二回二1回勝つじゃないですか。十0回やって8回合成が勝つような力関係だったら、まあリーグ戦でもあれですけど、4連覇を阻止できるチーム。うん。車体、ジーク、あとは大道、あと暴食。 なんかね、どん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 いい、あれだと思う。それこそ、追いかけるチームがあんだけ素晴らしいから、もう自他、自他共にっていうか、もうみんなが認めるバランスよくて、タレントがいて、あーまとまりがあって、いいチームだから、うん、だから全体のレベルアップにつながりますよね。本当に素晴らしいと思います。本当に素晴らしい。だから、合成の4連覇。 阻止できるチームで、出てくると思いますよ。もちろん合成も、来年は腰をも怪我から復帰する、いろんな選手があの怪我もある、復帰もある、パフォーマンス上げてくる、いろんなことがあるけど、それもまたね、面白いところだと思いますね。うん、ああ、よかった。あと誰がいたっけあ、やね。やもよかったよ。で、僕ね、やって、えっと、僕個人的には好きなんだけど、なんでかって言ったら、あいつ、 あいつって言ったら怒られちゃうね。あの子は、ベンチでもすごく、こう、チームに貢献してる、コントリビュートしてる、かなり。うん、コントリビューターだよね。あの、ベンチにいても、あの、控え選手の中で話しかけたりとか、チームを鼓舞したりとかするし、出てきたら出てきたで、右利き、右バックで、あんなにけっいい仕事するじゃないですか、いぶし銀の。パスを供給する、シュートを打つ、間割っていくっていうところで、 大きなミスをしない選手だよね、艶って。うん、で、大道に引き分けだっけ勝った試合だっけもうラスト何秒のシュートを決めたりとか、勝負強いし、で、艶も、あの、東海大、青森から、青森山だから東海大入って、東海大の中で能力高くて、で、車体に入ってきて、それがまた伸ばしていって、もうほんと、 あれは価値のある選手ですよね。ツヤなんてね。いいプレーだった。いいプレーがあった。たくさん。うん、素晴らしい。うん、まあただね、延長に入ったら延長に入ったで、やっぱり吉野来たか、みたいな。吉野のあのディスタンスは延長に入ってから3点か4点取ってるもんね、吉野ってね。 あ,あそこでこのディスタンス決めるかっていうところの勝負強さは吉野もまあさすがだなと思いましたね。あ,あ日本の代表だよなと思いながら見てました。素晴らしい。うん、まあね斜め、あんだけ試合したらさ、もう7メータースローになったらもう、なんか、もうはっきりしちゃうじゃん。誰が外したって分かっちゃうからさ。だから、 なんかもうあそこまで行って7ーってなのがもう本当ね、両チーム優勝でいいやって、もうどっちでもいいよ、もう。本 <laughs> 当もうどっちでもいい <laughs> みたいな、それぐらい感動した。マジで感動したうーん。で、それをこう象徴するようなシーンがさ、やっぱり 7m スローコンテストの,あの時に、あそこハーフラインのとこで両チーム並ぶじゃないですか。 でまだ試合終わってないんだけどもうお互いハグしてて終わった後に70分80分終わった後にその辺があの何、ー、て言うのお互いをリスペクトして称え合ってるっていう感じだよね良、うん、かったあれはすごく良かった、うん 7m スローコンテストにな,なればさ、もう 7m はさ、誰が打っても入る可能性あるし、誰が打っても外す可能性あるし、それこそゴールキーパーも必死で取りに行くわけよ。で、あの、藤戸がさ、最後取ったじゃんね。取る,取るんじゃないかなっていう気はしたんだけど、藤戸がさ、僕、あのエントリオのとこのさ、喫茶店でコーヒー飲んでたら、藤戸の母ちゃんが来て、あの、藤戸ですって言ったら、 そうなんですねってあ、いいキーパーですよねって、あんなにちっちゃくて、ちっちゃいって言ったらあれだけど、あんな身長もあんまり大きくないのにさ、あの瞬発力と読みとでさ、こんだけ長くやって33子でしょって、すごいよって、もう今のもう中高生のね、みんなの憧れですよ、夢ですよって言って、お母さんに話したんです。いや、メカルさんのおかげなんですよって言って。 もうはみたいな <laughs>。いや、目から藤取に何もやってないけどみたいな。でも、いや、もううちの子がね、4年生でね、なんか、 卒業するって時にメカルさんとこんなして話してそしたらメカルさんが「いやちっちゃくてもねいいキーパーだからね頑張らした方がいいですよ」って言ったんですよで私もね息子のね背中を押してねもうちょっと頑張ったらって言ったんですよだからねもうここまで続けてこれたのは、ね、メカルさんのおかげですみたいなこと言われてもう一個も覚えてないんですけど <laughs> もう一個も覚えてないでもそんなこと言ったのかなとか言ってねえだろうなと思うお母さんがなんか作り話したんじゃないかなと思いながらですね だけど、あの、中京大の時からさ、あの、なんだろう、トヨタ車体に入ってからも、中京大合宿とかね、つくばの後輩を応援とか見に行ったりとかしてたから、やっぱり、あの、その時から知ってる選手がいると、 もう嬉しいですよね。嬉しい。だからもう長くやってくれたらとっても嬉しい。本当嬉しい。で、そこで、まあ、勝負を決めるようなセービングしてね。最後の田中大輔のまたしたクイックなんかももう素晴らしいよね。あんだけ度胸があるよ。やっぱり。うん、やっぱ強い。本当強い。本当素晴らしい。うん。両監督もね、るさんもそうだし、角山さんもそうだし、コーチ陣もベンチワーク見てたら面白いし、うん、よかったなと思って。 すごく良かった。エントリオっていう環境も良かったし、あ、あのー、会場も良かったし、試合内容も抜群だし、すごい高いお金払ってね、いやもうそんなんだ、そんなに、何これ、なんでこんな高いの私は行きませんって人もね、いたんでしょうけど、まあ、まあ選手に失礼だよね。こんな言い方したらあれだけど、あんだけ素晴らしいプレーをする。なんならプレーをする前から、 なんかこんな高いんだったら私は行きませんみたいな感じになっちゃうとさもうでも選手はやっぱりそれだけの価値を提供したと思うあの60分70分80分エキストラの 7m スローコンテスト本当に素晴らしかった感動した あんなに、もう、どっちも知ってるし、どっち,もかどっちが勝っても嬉しいんだけど、うん、なんか、とっても良かった。あの試合は、もう本当、歴史上、もう最大規模に白熱したね。何年か前に、それこそ10年以上前に、大東と涌永が7メースローコンテストまで行って、最後、地引ちゃんがシュート決めて、大東が勝ったって試合があったんですよ。あの時は、ペクがやらかしたんですけど。 うん、で、あのー、あの時もすごいなと思ったけど、今回は、えまあ、エントリーだしね、あの時駒沢だったんだけど、うん、いやー感動した。皆さんどうですかあれは、本当に、もう DVD にして売った方がいいと思う。<laughs> 売った方がいい。最高の教材だよ。あれは売った方がいい。 で見れるようにしたほうがいい。で、あの映像を持って、各テレビ局に売り込んで、スポンサーつ,つけてもらって、新リーク頑張ろう。本当にって感じです。はぁ、あ、疲れた。出 <laughs> 村さんの二連発もすごい興奮しました。本当ですよね。あの第一延長ね。あよかったね。三点差の時ね。吉野選手が決めまくって三点差ついた時は勝ったと思った。誰もが勝ったと思ったね。あれは。 勝ほんと素晴らしいほんと素晴らしい。合成はしんのすけが抜けて力が落ちましたかいやしんのすけはしんのすけの良さもある。だけどそれをこうしんのすけがいたから必要機会がなかったかもしれない原田なんかがすごく頑張ってくれたから、あのー、よかったですよね、うん。原田も伸びてるしね。うん 磯口さん、磯口さん、お疲れさん、本当に。う解説に船木さんがいてびっくり。同世代頑張っててほしい。本当にね、そうだよね。同世代ですよね、磯口さんね。ミニシュナクッキー <laughs> なな。ミニシュナクッキー。昨日の試合は両チームとも素晴らしかったし、勇気と感動をたくさんもらいました。本当にね。本当に。ハンドボールの素晴らしさ。本当。本当、すごい。大好き。うん えっと、サーシーさん。藤戸は今まで画面上でペナを受けてるとこしか見たことなかったけど、誰よりもウォームアップするし、シュート練習ではバラスケスのとんでもないシュートをバンバン止めるし、中村が少し当たらなくなったら、とっさにいつでも出れるように準備運動をするし、その事前準備の姿勢見れただけでも、現地組になってよかったと思った。そういうとこですよね。あの現場に行かないとわからない、見れないことって。で、どんな声かけしてるかとかね、うん、そういうとこだと思う。 本当にやっぱね、リアルですよ。やっぱ生で見るべきですよ、本当に。第3、来シーズンの5歳はカンタン選手のプレーが楽しみ、そうだよね、韓国代表のカンタンっていうのが入るんでしょ、もう合流してるらしいけど、おん素晴らしいな、本当に。だから、うんもうなんか疲れちゃった。<laughs> <laughs> だからね、もう来シーズンも頑張ってるしまあ来シーズンは、あの、あれじゃん。あの、富山ドリームスも入るじゃん。うちのクラブは入んないんだけど、うちのクラブって言っても僕もうテトで首になっちゃったからあれなんだけどさあ、あの、新規参入の富山ドリームスとかも入るし、また盛り上がってほしいよね。あ、こんばんは、メカちゃん見てます。今日も楽しみにしてますって LINE くれました。<laughs> 見てますかメカルチャンネル見てますかっていうね。 サーシーさん、車体は外国人取らないんですかねって、えっとね、これは会社の方針があるんですよ、何をどうやっても。で、プロとしてやっぱり外国人を取るで、なぜかっていうと,、うん、と、仕事できないじゃんね、日本語では。で、それでもいいから外国人を取るっていうチームもあれば、いや、社員でやるんですというところもある。で、大崎電機なんかは、日本人のプロはいるんだけど、外国人は取らないよね、男子においては。 えと昔はね女子の大崎電機で韓国人選手とかねいたんだけど、今は男子、男子で大崎で韓国人とかで外国人取ったことないんじゃないかな。多分取ったことないと思う。うん、だから、そういう企業ポリシーもあるよね。うん、だから、車体は取らないと思います。おそらく。取るのかな、ね、日本人のプロはいましたけど、うん、取らないと思いますね。 ドミト,ドドミトシ、<laughs> これなんて読むんだろう <laughs>、オリンピック予選も楽しみになってきました、そうだね、あこの熱量を持ってオリンピック行ってくれたら、もう最高だよね、オリンピック予選が楽しみ、アジア選手権楽しみ、うん、で、その分、我々の楽しみも増えるしね。 これでオリンピックとか行ってごらんなさいよって話だよね。でも、考えたら、あそこでいるメンバーって、日本代表、半分もいませんからね。日本、えっと、海外でやってる選手を呼び戻すし、半分もいないんですよ、あそこで。あの,あのハイレベルのプレーをしててもいや。日本代表ってすごいですよね。本当すごいと思うよ。あのレベル以上の選手たちがいっぱいいるんだから、日本代表って。うーん だからこそ面白いよね夢がある、本当にあ,あの環境でプレーしたいなって思う大谷翔平が WBC で MVP 取るって思ったあの瞬間と同じように俺も日本リーグ行って MVP 取るって思った小学生、中学生、高校生いるだろうしまあ、それを実現させるっていうのがもう我々大人の責任の一つかなっていう気はしますね。 うんまあ、非常に良かったっていうところで、疲れた、本当に。<laughs> 本当疲れた。それぐらいエキサイトして、それぐらい面白かった試合でしたね。うん関係ないですけど、吉田修一選手、フランス移籍したのすごいですね。ダンケルクすごいと思いますよ。フランスでもね、トップのチームなので、そこで、 買われてていいいくっうのはいいことだとだ思うしかもポストだしねポストプレイヤーであの若さでトップチームに入るってのはもう本当にもう素晴らしいことだよ素晴らしいことだからあのできるだけ長くね海外でやってそのノウハウを日本に持ってきてほしいなと思いますね素晴らしいと思う本当素晴らしい 頑張ってほしい。筑波大学卒業したのかなあの子。わかんねえ。<laughs> はい。ということで終わりたいと思いますよ。皆さんがあの見たベストプレーは何でしたかいやー、あんなに面白いね。日本リーグプレーオフ演出してくれたあの選手、スタッフ、運営してくれた人たち、あとはね、2、1年間通してやってくれた日本リーグ事務局の人たち、芦原さんはじめ、 事務局長、松井さんはじめ、あのー、職員、スタッフの皆さん、本当いるんで、いや、素晴らしいなと思いますね。うん、よかったまた見たいあれだったらそんな感じなので、あのー、これからもやっていきたいなと思います。やっていきたいなというか、 その日本リーグのチームに選手を送り出す。なんならね、クラブの中で日本リーグで戦えるクラブになるとかね、そういう風になっていけたらなと思いますよ。はい、HB 龍馬 EL ソリアさん。アランマーでね、菊池ゴールキーパーの存在はすごいですね。菊池ゴールキーパーはですね、僕多分喋ったことないんじゃないかな。あったっけかな。 存在を知ってますよだけどやっぱりそういう専門的な人間が入るってことはいい影響を及ぼしますよね。そこで化学反応が起きてわーって言って相乗効果が出るってのは、うん、組織の循環として大事だと思う。何もしなかったら化学反応が起こりにくいのでそこにはねやっぱね人を入れるってのがやのが一番です。だけどその人を入れたから必ず良くなるとも限らない。 そこで劇薬だから目から血みたいな劇薬が入ってバボンって入って化学反応でずワーって良くなっていくこともあれば劇薬が毒になってダメになる選手もいるのでその部分に関してはよしあしありますよしあしあります人を入れるっていうこと自体にはだけど人を入れないと組織は新陳代謝も活発にならないので何もしなかったら組織の 集団の熱量は下がっていきます。それはもう間違いありません。ずっと同じ人間で同じことをしてても、絶対に熱量は下がっていきます。なので、人を入れるっていうのはね、大事なことですね。はい、ドミト、ドミ、ドミト、し <laughs>、女子編をやりませんか女子も見てたんで、やろうかなと思うんですけど、もうね、男子の印象が強すぎて、あのー、 もう一回女子の試合見ないと思い出せないかも <laughs> あー。ああ、本当。女子も面白かったよあの。相沢なんかすごいよね。あと、馬場なんかね、あそこであのア,ウトアウトサイドのあそこのシュートを勝負できるっていうのはやっぱもう強い。は全然入んない。ソニーは僕、前半から見てたけど、オフェンスに問題抱えてるなと思って、セットオフェンスが全然攻めれなかったんですよ。だからうわちょっときつい いいなあと思ってたらもう後半はもう打てど打てど入らなくなっちゃって、彫、う、刻、ん、強いってのを感じましたね。はい。よこさん、これから撮影した動画を見直してちゃんと撮れたシーンの抜き出しを頑張ります。にしてもこの3日間見てきて相当疲れました。<laughs> いやそれはそうでしょう。よ <laughs> こさんはまずあの2戦目で相当疲れてるでしょ。もうジークスター負けちゃって。 もうそれでもうなんか精神的疲労もあったでしょかなり。だけど、もうチケット取ったからって言って、昨日来たでしょ <laughs> もう疲れちゃうよね。だけど、いいんじゃない幸せな疲れじゃないですか。なんかもう、嫌いな人間としょうもない話して、面白くもない仕事をして疲れるよりは、あの、好きなことして、もう充実感たっぷりで、もう、あ疲れたって言えるのなんか最高じゃないですか。 今日の WBC も良かったしね、勝ったしね、僕は見てないけど、なんかあの、僕卒業式だったんで、大学が、それを見てたんですけど、はい。あら、ミニシュナクッキーさん、全然関係ないけど、メカル君の後ろ姿を見守ってる、ミワちゃん、素敵、今年はワンダーランドですねって。はわかりました、ミワちゃん。これね、吉田ミワなんですよ、これ、僕、 ドリカム超好きなんです。で、今年、ワンダーランドっていうね、4年に一度の遊園地っていうね、あのドリカムワンダーランドっていう、ファンの人が投票で選んだ歌を30曲歌うっていうね、コンサートツアーの年なんですよ、今年。チケット取ってないんですけど、取りたい。もう早く、いつ取れるんだろう。申し込みしなきゃ。もう僕、ファンクラブ入ってないからさ、もう一般で取らなきゃと思いながら。で、僕がドリカム大好きだって言ったら、そのライブ ライブ T シャツを杉浦さんがくれて、えーって言って、もう超最高でした <laughs>。杉浦さんっていうのは、車体のカメラマンの杉浦さんで、杉 G ね、千メ、ね、ムギムギの方ね、うん。だから、美和ちゃんね最高なんですよ、ドリームズカムトゥルー。でね、今日のあのワールドカップ、WBC か、WBC 優勝した瞬間に、中村雅人さんですよ、ドリカムの、中村雅人がですね、 諦めなければ夢はかなう。ドリームズカムトゥルーって書いてあってツイートしててもう最強。さすがドリカムと思って。もうドリカム最強だからさ、もうなんかいいよね。うん、サッカーのワールドカップ、野球の WBC と同じくらい、いや、それ以上にハンドボールは魅力的だから、もっともっとメディアを取り上げてほしいなと思いました。本当にね。本当にね。もうコンテンツとしてはいいですよ。で、昨日のプレーオフなんかさ、夜ニュースとかでやったのかな やってないのまあそこで宮崎大輔さんとかがいたらね絶対テレビとか来るしねレミちゃんレミタンとかねいたらねだけどやっぱり日本リーグプレーオフってテレビでやんないのかなスポルトとかでまだ明日昨日火曜日だったのもあれだな日曜だったらなんかねスポルトとかなんかゴーイングとかねよくやってんだけどまあでもちょっとねあのー あれも良くなかったよね。タイミング。良くなかったっていうか、不運だったね。あの WBC と重なったのは、うん。ちょっと不運だった。まあでも、いいんじゃないですか。もう我々はその価値を知ってるから。だから、我々はその価値を知ってて、我々がハンドボールを誇ってるっていう状態を作るのが一番大事です。一番大事。あのー、 ハンドボールしてる人間がハンドボールってマイナーだからさとか言ってるうちはやっぱりハンドボールに失礼だから <laughs> ハンドボールに失礼っていうか自分自身を馬鹿にしてるような感じになっちゃうからそうじゃなくてやっぱこんなに素晴らしいんだよってこんなに魅力的なコンテンツがあってこんなに面白いんだよっていうのをやっぱり自分が誇りに思って自分が体現して体感して共感して発信していくっていうのが 大事なんじゃないかなと思うね。だから、今、ハンドボールしてる人に、あの試合を見てもらいたい。まずは。全くハンドボール知らない人に、その試合を見てとは、あんまり言わないけど、も,もちろん見てほしいんだけど、今、ハンドボールしてる人に見てほしい。だって、世の中の中の中高生でね、プレイオフがあったって知らない子、たくさんいるから。たくさんいる。何それって言う人、たくさんいる。 だから今の小中高大の子たちがプレイオフっていうプレイオフっていうか日本リーグっていうものに興味を持つそんなきっかけにねしてほしいなと思いますねもう動画時代はねあのコンテンツ売った方がいいマジで売ったらいいよダウンロードねダウンロードで売ったらいいよ本当に売れるな売れる日本協会が売った方がいいいい教材だよ、うん、それこそ なんか藤本先生とかさ相田先生とかさあの辺がなんか試合のポイントみたいなのを作ってさこの時でこの時でこうしましたとかさやったらさ面白いと思うよ。で車体がちょっと攻めあぐんで後半で、ね、7人攻撃してポンポポンって追いついた時に合成ピーってタイムアウト取ってさそしたらもう7人攻撃スパッてやめるとかねそういうやり取り、うん、あもう大事だよね面白いよね。うん そう、売ってほしいです。絶対に買うってね。やっぱ買う、買う人いるよ。うん。やっぱ、そう、そうだよね。そこでビジネス化しよう。証拠で収益化しよう。稼ぐが全てですよ。ドキュメンタリー見てみたい。本当にね、あれね、ロッカールームとか入れてほしい映像。絶対売れるから。でも僕が日本リーグやってたら、ロッカールームに絶対、あの、ビデオ入れる。ピー入れるかもしれんけど。<laughs> ピー入れるかもしれないけど、僕だったら絶対入れる。僕が代表監督でも絶対入れる。 絶対入れる。だってよ、WBC でもサッカーでもロッカームで入れるんだからさ、だからハンドボールも入れ,入れたらいいじゃん。絶対面白いじゃん、そんな。はあ、ということで、もう僕1時間喋ったからもう疲れた。はあ、<laughs> 終わりよ。もう疲れた。もう今日もう朝早くからさ、もう7時過ぎには家出てさ、もう卒業式やってきてさ、東京都まで行って。もう疲れちゃった。磯口さん、面白かった ありがとうございます。皆さん。本当にね、こんな画面に向かってね、1時間喋ってる、このメカルさんね。はい。ありがとうございます。皆さん。<laughs> ありがとうございます。あの、スーパーチャット投げろとか言わないんで <laughs>、スーパーチャット投げろとか言わないんで、いいねボタンを押して、あの登録だけして帰ってほしいなと思って。<laughs> いいねボタンを押して、通知をオンにして、あの、 登録だけしてあの帰ってくださいね。2回押さないでくださいよ。いいね消えちゃうから、はい <laughs> おお。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。飯塚さん。いつもありがとうございます。ヨコさん、いいね押しておきました。あざす。あざす。あ、いいね増えました。あざっす。第3、あしも自分卒業式ですと。ありがとうございました。あ、卒業おめでとうございます。これが終わりではないので。 スタートなので、スタートというか通過点なので、ドリームズカムトゥルーなんですよ。僕ね、ドリカムってさ、夢は叶うってあるじゃないですか。夢僕ね、でもね、僕は、僕の中で夢は叶うじゃなくて、夢は叶え続けるっていうのがあって、ING が絶対つくんですよ、うん。夢叶って終わりじゃないから。プロ野球選手になって終わりじゃないから。WBC で MVP とって大谷終わりじゃないから。もっともっとなりたい自分に近づく。 ing ってなっていくから、だからね、ドリーミングカミングトゥルーリングぐらいの ing ですね。<laughs> なんだそれって思いながら、はい。あー、ドミトーさん、ドミトーさんでいいのかこれ、なんだっけ <laughs> ありがとうございました。次回のメガちゃん楽しみにしています。はい。ね、あのまたね、ゲリラ的にやるので、通知ボタン押しておいてください。そしたらね、ライブが始まったら通知がいくんでね。はい、あとはあの、感想を。 ツイッターとかでつぶやいていあのリツイートしてくれたら嬉しいですね、はい。磯口さん、うちも明日レイの卒業式。あおめでとう、レイちゃん。レイちゃん、おめでとう。何あの、恥ずかしがり屋のレイちゃんがもう卒業式なのそして、なんだったクラブチーム立ち上げて父ちゃん頑張るんでしょ頑張って応援してるわ。そんなレイがさ、なんだろうな、将来、なんか、大学生になって、 日本リーグとかもし入ったらさもうおじいちゃん泣いちゃうかも <laughs> 泣いちゃう本当もう泣いちゃうで頑張ってれいちゃんおめえとう。本当になんかみんな頑張って本当にミニシュナクッキーさん栗山監督は夢はまさゆめでしたねってあほにね夢はまさゆめ夢はまさゆめなんか句が句が作れそうですね栗山さんなんかすごいよねうん いいと思うわ。磯口さん、父ちゃん頑張るって。頑張って、もうもっと稼いで。お金、お金使っ、お金稼いで。<laughs> お金稼いで、もうクラブ頑張って。もうまたクラブ熊本行くで、僕は、と言いながらですね。やっていきたいところですよ。はい、あもう本当にね、ちょうど1時間になったので、これで終わりたいと思います。皆さん、どうでしたか、1時間。もうね、僕目線で勝手に喋ったんですけど、皆さんが感じた、このプレイオフのね、 良さ。もう近年稀に見る歴史に残る大接戦、大劇と、これを見れた我々は幸せですね。選手の皆さん、本当ありがとうございました。あ、はあ、面白かった。本当面白かった。素晴らしかった。あの、これでね、引退する選手も出てくると思うんだけど、キきリクラは本当お疲れ。富永も本当お疲れさん。素晴らしかった。もう誇りに思う、この人たち。知り合いがね、あんな場面でやってて。 嬉しいっていう感じでしたね、はい。ということで終わりたいと思いますよ。皆さん、またねバイバーイ